水星を見て将来の災難を予測する、モクテスマ王、ディエゴ・ドゥランはドミニコ会の修道士、ヌエバ・エスパーニャ氏などの書物を記してメシカの文化を記述したことで知られる。ドイエゴ・ドゥランはスペインのセビリアで生まれたが幼い時に両親に連れられてヌエバ・エスパーニャに渡り、テスココで育った。このため、スペイン語と同じくらい流暢にナワトル語を話せるようになった。 その後メキシコシティの学校で学んだ。1556年にドミニコ会に入り、その後女祭になった。その後の足取りはあまりはっきりしないが、今のモレロス州にあるワスティペクの修道院にいたり、同州ウェアパンで司教代理を務めたりしたことが分かっている。ドゥランはメシカの人々の習慣やスペイン人以前のアステカ世界に好意的だったが、 彼はあくまでキリスト教会の人間であり、いくつかの習慣、特に人間を生贄とすることは強く批判した。ドゥランはナワ族がイスラエルの失われた獣子族の一つであると考えており、またトピルチンケツアルコアトルはセートマスのことだと信じていた。ナワトル語の絵文書を調べたり、ナワ族の人々から話を聞くことでこのことを証明しようと考えた。ドミニコ会は、 ドゥランに対して、現地人の信仰や祭儀について記録するように依頼した。ドゥランは3種類の書物を表した。神々と儀式の書は1574年から1576年の間に書かれた。古代の小読みは1579年に完成した。ヌエバ・エスパーニャ及びティエラ・フィルメ諸島のインディアスの歴史は、ウェア・バン時代の1581年に完成した。 ナワトル語で書かれた年代記に主に依存して書かれ、アステカ帝国とその統治者の歴史について記している。117枚のカラーズ版を含む。サラマンカ大学で学んだベルナルディーノ・デサー軍に比べると、ドゥランは教養が不足しており、その文章は正確さを書く。表現はかなり上慢で重複が多い。その一方、 幼い時からナワトルゴとメシカの習慣をよく理解していたため、サー軍の見逃した多くの事柄をドゥランは記すことができた。1585年にメキシコシティに戻り、サントドミンゴ修道院に入った。異端審問でナワトル語とスペイン語の通訳を行ったが、すでに病気を患っており、1588年に没した。 ヌエヴァ・エスパーニャ氏は長く忘れ去られていたが、19世紀になってメキシコの歴史学者、ホセ・フェルナンド・ラミレスが、マドリードのスペイン国立図書館で発見し、1854年にその写しを作成した。出版は当時のメキシコの政治的事情によって遅れ、第1巻が1867年、第2巻はラミレス没後の1880年に、ようやく出版されたが、 この本には誤りが多かった。アンソロジー新世界の挑戦シリーズにヌエヴァ・エスパーニャ氏の一部分の翻訳が含まれている。ありがとうございます。